アメリカ西部ワシントン州で18日朝、道路の上を横切る線路から列車が脱線し、一部の車両が道路に落ち、地元の警察、複数の死者と多数の怪我人が出ている。話しています。NTSB、国家運輸安全委員会は、現場に調査官を派遣して事故の因果を調べることにしています。アメリカ部のワシントン州のシアトル近郊で、18日午前8時前、道路の上を横切る線から列車が脱線しました。脱線したのは、4両編成のうちの13両で、その一部は、道を塞ぐ形で道路上に落ち、走行して、乗用車5台とトレーラー1台が衝突しまった。地元の警察によりますと、列車、乗っていた人の中で、複数の死者が出て、るか、道路を走っていた車でも、怪我が出ているということです。NTSB、家運輸安全委員会は、現場に調査官を派して事故の原因を調べることにして今、脱線した列車に乗っていた男性は、元メディアに対し、カーブに差し掛かった時、突然、揺れを感じ、キーと上4もした。次の瞬間、体が投げ出さ、手前の席に激突したと話していました。また、脱線した後の車内の状況については、真っ暗で、乗客たちの叫び声が得た。窓を蹴破って、なんとか外に出たと話していました。地元警察よりますと、脱線した列車に、乗客7人と乗員5人が乗り合わせてたということです。事故のあった路線はアムトラック、全米鉄道旅客公社が運行する路線の、で、カナダのバンクーバーから、アメリカ西部ワシントン州シアトルやオレゴン、ポートランドなどカナダとアメリカの1都市を南北につないでいます。ワシと州を管轄するワシアトル日本総領事に、りますと、日本時間の午前5時半現、本人が被害に遭ったという情報は入っておらず、